今日はこの 20mm70mmF4G レンズをね、巷では神って言われてるレンズなんですけれども、これをねソニーさんからお借りしたので、今回はこれについてお話ししていきたいと思います。実際この前僕1泊2日島根に旅行行ってたんですけれども、その時にね使ってきてめちゃくちゃ良かったんで、特にこれ何が良かったかとか、ちょっとここは懸念点だなとかっていう部分見えてきたので、その辺についてお話ししていきたいと思いますので、よかったら最後までご覧ください。よろしくお願いします。どうもミリオネアのウェディです。僕たちは映像制作とか音楽制作に特化したことをね、日々 YouTube にアップしているんですけれども、今回は冒頭でもお伝えした通り、この 20mm70mmF4G というレンズについてねお話ししていきたいと思います。まあ G ってなんじゃいっていう方もいると思うんで、この G レンズっていうのは、要はソニーのレンズ群には G マスターっていうトップクラスにね、価格も高いけど解像度とか描写力半端ないよっていうレンズがあって、その一段下にあるのがこの G レンズとか、まあ、ツアイスって言われるレンズなんですね。でその下に無印があってとかあるんですけれども、この G レンズもいわば結構な、まあそこそこ値段はするんですけれども、かなり描写力が高くてね、やっぱりソニーのカメラとかなり相性がいいレンズになっておりまして、今回はそのさっきも言った島根に1泊2日行ってきたんですけれども、そこでねやっぱり 20mm から 70mm までを、まあ、カバーできるっていうのはかなりでかいなと思って、今回この Vlog 用でね、ほぼこれ 95% ぐらいかな、これ1本でね撮ってきたので、まあそれはねもうすでに YouTube に出てると思うので、今右上に出てると思うんですけれども、ほとんど 2070F4G で撮りました。でこのレンズね、もう結論から言いましたら、ちょっと僕も買おうかなって思ってるぐらいにめっちゃいいです。ちょっと思ってたより良くて、しかも今回は映像クリエイター男5人旅みたいなんで題してね行ってたんですけれども、まあみんなカメラやってるわけなんですけれども、全員がね触ってこのレンズ満場一致で、いやこれめっちゃええなってなったレンズやったんですよ。でズバリ何が良かったかって言ったら、一つ目なんですけれども、重さがねこれ 488g しかないんですよ。めっちゃ軽い。で二つ目なんですけれども、 20mm までカバーしてるっていうところにもうかなり魅力があります。で三つ目なんですが、 G レンズっていうのもありまして、びっくりするぐらい手ぶれしないです。で最後ですね、驚くほどよれるっていうところになってるんですね。この4つがね僕の中でかなり刺さった部分にはなるんですけれども、まず1個目のこの重さが軽いっていう部分で、まあこれはね 488g っていう軽さなんで、あのやっぱね Vlog ってとか撮るときに、僕 FX3 使ってね今撮ってるんであれなんですが、 FX3 に、まあ、最近リグ組んで、でハンドグリップつけて手軽に Vlog 撮ろうっていうね名目で今回島根行ったんですけれども、やっぱりねレンズが重いとちょっと負担がかかってなかなかこうしんどいなっていう部分になってくるんですが、このレンズはね 488g しかないのに20から 70mm までカバーしてるから、もうね変えんのもめんどくさいぐらい、もう軽いしこれでええやんってなってしまったんが、もう今回の結構本音な部分になってくるかなと思ってます。で二つ目ですね、この 20mm までカバーしてるっていう部分なんですけれども、まあいわゆる第三元レンズで 24-70 の GM2 とかっていうのもあるんですけれども、 20mm までカバーしてるってなかなかないんですよレンズで。でこの 20mm と 24mm のこの 4mm の差って実はめっちゃ大きくて、例えばまあ Vlog を撮るってなった時に、やっぱりこう自撮りでね撮ったりする時に24やったらかなり手を伸ばしてガッて気をつけたりとかしないといけないんですけれども、この20mm やったらねかなりこうゆとりができる感じですね。自撮りするときにも周りの背景も映すことができるし、もうねめちゃくちゃこのね 20mm っていう部分が万能で使い勝手よくて、結構僕 20mm っていう画角好きなんで、ちなみに今これ YouTube 撮ってんのも 20mmF1.8 の G レンズなんですよ。単焦点の方になるんですけれども、 Vlog とか、まあ、普通に例えば旅行で持っていく分とかに関してはもう文句なしのレンズかな。で 70mm まで伸ばすとレンズの筒はね割とね伸びてしまうんですが、例えばジンバルにつけたい時とかは、まあ 50mm ぐらいにね伸ばした状態でバランス合わせてあげると、多分ね、そんなにキャリブレーションし直さなくても使いやすいとは思うんで、ちょっと 70mm まで伸びるの気になるなっていう方もいると思うんですが、あのねなんせ 488g っていう軽さやから、 70mm まで伸ばしてもそんなにねなんかこううわーごっついレンズ使ってんなっていう感じがマジでしないのがすごいですねこのレンズ。
で次なんですけれども、びっくりするぐらい手ぶれしないというところですね。さっきも話したんですけれども、あのね、 G マスターであったりとか G レンズに魅力を持つ人って何でも使ってたら、もちろんね、その描写力とか解像度とかっていうのもあるんですが、ソニーのレンズ、純正のねレンズになってくるので、このね G レンズと G マスターレンズとかってね、アクティブ手ぶれ補正っていうやつがね、めちゃくちゃ効きよくなるんですよ。でソニーは、まあ僕他の動画でも結構言ってるんですけれども、手ぶれがねそんなにめちゃくちゃ強い、まあ、メーカーではないなと思ってるんですが、この G レンズとか GM レンズやったらもうね、手ぶれも気をつければ手持ちででもね 20mm とかだったらジンバル級にね綺麗な映像撮れてしまうようになってます。やっぱり僕はこのなるだけこう Vlog とかで手持ちとかで持っていくときは、最近は結構 G レンズとか GM レンズっていうのを使うようにしてて、やっぱり手ぶれ補正っていう部分、ちゃんと手ぶれにかなりストップがかかるっていうところに魅力を感じてるのが、まあ大きな原因ではありますね。で続きましてなんですけど、びっくりするぐらいよれるっていうところなんですよ。そうなんですよ、これねめっちゃよれるんです。これね結構よれるレンズっていうのは最近増えてきたと思うんですけれども、このね 20mm70mm、 なんとね 70mm でも 25cm までよれます。まあ例えば単焦点で 50mm とかやったらね 49cm とかよれて、割とねちょっとねよりにくかったりするんですが、このねズームレンズのいいところはやっぱりね 70mm 側でも 25cm までよれるっていうところがあるんですね。だからかなり被写体とかもう物に近づいてこう圧迫感あるなっていうぐらいのところまで寄れるっていうのはかなり大きい。 Vlog とか撮るときに足を動かして決めるっていうより、その場でパッとこうレンズのねこの幅を変えてね、ズームをしてとかちょっと引いてとか、なるだけ動かずにその瞬間をパッと撮れるかっていうのもめちゃくちゃポイントにはなってくるじゃないですか。っていう意味で考えても、この 70mm が 25cm まで寄れるっていうのは本当にすごいことやと思ってます。やっぱりねこれはね、そういう意味込み込みででもね、 Vlog とかにめちゃくちゃ特化してるかなって思いますね。ちょっとねレンズとかに詳しい方やったら気になる方も多いと思うんですが、実はレンズっていうのは広角気味になるとゴーストであってフレアっていうのが出やすくなると言われてるんですが、まあこちら今素材見てもらったら分かると思うんですけれども、これ 20mm でこのレンズで撮ってるんですけれども、ゴーストフレア特に出ておりません。 G レンズゆえなのかちょっと分かんないんですけれども、めちゃくちゃすごいなって思いました。だいたいねゴーストフレア出てくるんですけど、まあ 100% 防げるかってそれは状況にもよると思いますが、まあ一般的に撮る分にはまあ 20mm引きの部分でもそのゴーストフレアっていうのはそんなに気にならないかなっていう部分になってます。でまあ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 、あえて言うなら、まあ強いて言うなら皆さんが気になるところで言うと、懸念される点としては、もう透視で F4 っていうのでちょっと暗く感じる方もいるかもしれない、価格がそれなりにするっていう部分と、であとはですね、まあフィルター系がね 72mm っていう部分かな、全体的にどうしようもない部分ではあるんですが、このね F4 透視っていう部分に関しては問題ないです。あのね F4 って動画でもねめっちゃボケるんですよ。なんで Vlog とかそういう状況をね、みんなのその空気感とかを撮る分には F4 って十分なんですね。でその明るさの部分で言うにしても、例えば F4 って実はちょうどよくて、っていうのもなんでかっつったら、例えば FX3 とかソニー α7S3 って、まあデュアルネイティブ ISO みたいなところで12800っていうのがあるので、まあね12800ぐらいまで夜持っていったら、だいたいねある程度明かりがあれば 5.6 とか、まあその辺まで絞りたいなぐらいになるんですよ。なんで実際問題結構明るくはなります。で例えばやけれども、ソニー α7IV とかであったりとか、デュアルネイティブ ISO がまあログやったら3200とかって確か言われてたんですね。なんで F4 で3200って結構まあいろんなシチュエーションで大体の場合撮れるので、この F4 が一番下っていうのは実はそんなに苦ではないです。僕も割と F2.8 透視のタムロのレンズとか持ってますけど、まあ実際問題結構ね4とか、まあ、5.6 ぐらいまで絞って撮るパターンの方が多いので、別に僕ねこの今回の旅に持っていく分には全然このレンズ、まあ F4 より低い数値欲しいなって思った瞬間は特になかったっすね。 F4 のボケ感っつったらミラーレスやってて一番あボケてんな気持ちええなぐらいのボケ感やから、まあそこもね加味するとこのレンズ割とねちょっと抜け目ないなっていう感じはあります。一部の情報ではちょっと写真でねいろ
いろ歪みやらなんやらっていう問題発生してましたが、なんかチラッと見たんが最近はちょっとそのなんやライトルームかなんかで歪み補正かなんか追加されたみたいなんで、ちょっとそこもね割と安心な部類になるかなと思います。で価格なんですけれども、価格はね184,800円ですね。一見するとめっちゃ高く感じる方もいると思うんですけれども、これ別にね全然普通です。 G レンズっていうねめちゃくちゃいいランクのものを使ってるので、まあ僕からしたら別にでしょうねって感じですね。で G マスターの2470の GM2 とかやったらやっぱ28とか、まあその辺の価格になってくると思うので、まあそれよりも10万円安くでね、この G レンズの描写力解像度っていうので考えたら、まあ僕の中ではだいぶありな選択肢というか、ちょっとほんまにこれは欲しいなって今考えてます。で最後ですね、フィルター径が 72mm っていうところに関しましては、まあこれもしょうがないんで、まあ大体ソニーラバーの方はね 67mm で揃えたいっていう方もいると思うんですが、逆にね20から70でようこれをね 72mm に抑えたなっていうのはありますね。僕の場合は今回お借りしてるんですけれども、 50mmF1.2 の GM がね 72mm やったんで、そこの ND であったりとか、まあ例えば健康のねブラックミストのナンバー5であったりとか、もうそのままこっちにつけてね今回旅行に持って行ったので、 50mm の F1.2 はお家でお休みっていう形になってたって感じですね。はい、というわけでね、今回はこの FE2070F4G レンズについて紹介してきたんですけれども、いかがでしたでしょうか。あのねめちゃくちゃいいレンズです、これマジで。なんか僕結構欲しいレンズとか YouTube ライブとか、まあそういうところでいろいろ話してるけれども、まあ今んとこね一番欲しいレンズに繰り上がってきたなっていう印象があって、まあ他のね一緒に旅行行ったクリエイターからもねかなり評価が高かったレンズになるので、結構気になってる方もいると思うんですが、まあ実例たっぷりでね今回もお送りしていると思いますので、よかったらね参考にしていただけたら幸いでございます。というわけで、ミリオネオンでは映像制作とか音楽制作に特化したことを日々 YouTube に上げているんですけれども、今目指せ1万人ということでめっちゃ頑張って YouTube 上げてるので、もしよかったら高評価コメント、そしてチャンネル登録していただけると大変嬉しいと思っております。何卒よろしくお願いします。というわけでまた次の動画でお会いしましょう。ありがとうございました。いや結構ガチで欲しいなこれ。返すか。うん、返さなあかんけど名残惜しいな。使える場面がかなり多い。これドキュメンタリーとかでもめっちゃ使えんちゃうかな。ちょっと買おうかな。うん、このレンズは僕はねあってもいいかなと思います。こう日常寄りな方のレンズとしては、もしかしたらこの2070の G レンズが今んとこ最適解かもしれないですね。マジでちょっとまあ買うか。